ちは。こんにちは。はい。豊さん。はい。ね、今年、まあ、コロナの影響で、はいはい、の例えば夏のお祭りだったり、例えば青森の夏の風物詩のねぶた祭りであったりとか、はいはい、そういったものがもう続々と中止が決まっていて、例えば花火大会なども今年中止っていう風に出しているところも出てきたじゃないですか。まあそうだね、なかなか家から見れないからね、みんながね。まあそうですね。あ、だからまあ、花火ってまたね、ちょっとこうパッと咲いて一瞬でパチパチパチって散っていく、あの姿が儚くてでも美しくてっていう、まあ綺麗だよね。まあそんな中さ、はい、やっぱ球界でもいるじゃない、なんか花火みたいに美しく、うん、あれ一瞬で去ってしまったっていう選手たちいっぱいいますよね。いや、いっぱいいる中で、はい、今日3人挙げたいと思います、うん、まずじゃあ お一方目は、一人目はね、伊藤智人。あ、ヤクルトの、まあ、あの7年間やったんだけど、はい、実働6年ぐらいなんだよね。はい、うん、で、やっぱこう肩の故障がちでさ、なかなかこう自分が思うような成績は残せなかったんだけど、だけど投げてる姿、投げてるボール、うん、本当にいいピッチャーだったよね。あの伊藤智人さんってあの新人王を取って、ああ、その時の防御率が確か 0.91 とか。ちょっと待ってよ、そう、成績ある？はい、あ、0.91 だ。はい、7勝2敗、ね、はい、もうすごい鮮烈なデビューというか、うん、すごいピッチャーがこう出てきたぞっていう、うん、投球回数が109に対して奪三振が126、おー、イニング数より奪三振の方が多いというね、上回ってるという すごいそのピッチャーが出てきたなっていう、いやー、衝撃だったよね、あのスライダー、うんうん、あー、いいピッチャー出てきたなーと思ったけど、やっぱこう続かなかったね。2年目ぐらいからってことですか、続かないな。いや、まあちょっと落ちてきてるよね、やっぱ故障があるから。でもこのピッチャーがどこも壊さずに投げていたら、とてつもないなんか数字を叩き出したような気がするんだよ。だからまあこう、メーバーは怪我しないって言うけどさ、こう、まあ馬に例えると、馬って血統じゃない。もう伊藤はもうまさしくなんかこうサラブレッドの中の両血馬だったね。あ、それ豊さんが打席に立ってってもそれはすごい感じました。いやー、やっぱね、まっすぐは切れる、スライダーは切れる、うん、なんか向かってくる姿勢もある、うん、腕が長い、もうね、本当に迫力のあるピッチャーだったよね。そうだったんですね。あ、だから、じゃあ、うん、なんかもったいなかったなと思うよね。その怪我がなければ、いろんなタイトルを取ってた可能性があるピッチャーだったってことですね。いや、まあ、例えばその投手のタイトルだったら、そのまとめて取るっていうことはどうかわかんないけど、はい、各ポイントポイントでなんか全部取っていったような、それ、まあ、取れるだけのピッチャーだったよね。本当にすごい才能を持った。いや、才能というか、もう血統がいいっていう感じがしたよね。やっぱり、うん、あの伊藤ファンって結構いると思うよ。あ、皆さんの中でもいらっしゃるでしょうね。いや、もうかっこよかったもん、マウンドに立った姿が、うん、まあスタイルもいいしね、手足長いし、受け手が古田、もうたまんないバッテリーだったよね、うん、多分ね。あ、そうだったんですよね、きっと。ね、で、2人目。はい、2人目、どなた？これはね、阪神の田村。阪神の田村さん。田村、はい、これ抑えのピッチャーだったんだけど、はい、大体2年間ぐらいでもう、ダメになっちゃったんだよね。本当に短かったです、ね。いや、短かったんだ。まあ、9年間やったけど、うん、抑えの変則でさ、左からのサイドなんだよね。あ、はい。で、その左のサイドって言ったら、ジャイアンツ時代の鷲見さん、ああいう感じのピッチャーだったの。はい、もうね、打席に入ったらさ、スライダーなんか投げられたらボールが消えるんだよね。え、
そうなんですか。まあボールが消えるっていうか体に当たると思ったとこから曲がってきて、はい、外のボールになるような感覚だったよ。このピッチャーもやっぱこう表情一つ変えないでさ、うん、なんか淡々と投げるピッチャーの一人だったんだけど、はい、やっぱ投げてるボールっていうのはすごい一流を感じたよね。俺らなんかよく対戦したんだけど、出てきた田村がってもうダメだなと思ったもん。あ、そうだったんですね。なんとかフォーボールで逃げへんかなとか、うんうん、そういうことは考えたピッチャーの一人だったよ。じゃあ豊さんがそう思ったってことは各バッターもそういうふうに思ってたってことですか。まあ、特に左バッターは嫌だっただろうね、このピッチャーは。ああ。だからこのピッチャーも怪我さえなければ、はい、なんか200セーブとか、はい、なんかそのぐらいいけたピッチャーだと思うけどね。ああ、そうなんですね。うん、だからすごいもったいない、ピッチャーの一人に俺はこう感じてるんだけどね。うん、やっぱりそこは怪我が怪我あるな。うん、やっぱピッチャーってそうなんですね。ピッチャー多いな、やっぱりな。故障したらダメになるっていう。野手はごまかせるけど、ピッチャーはごまかしが効かないんだよね。はい、そうですよね。あ、そっかそっか。そうそうそう。で最後3人目、はい、森田幸輝。これはあの横浜の選手、俺の後輩になるんだけど、シュートピッチャーでさ、はい、もうとにかく右バッターをみんな嫌がってたピッチャーなんだよ。あ、そうなんですね。もうね、とにかくあの特に落合さん、森田が出てくるとめちゃくちゃ嫌がってたから。落合さん苦手なピッチャーだったんですね。もう当てられるんじゃないかっていうぐらいインサイドどんどん行くんだよ。気の強いピッチャーでさ、もう平気なんだよ、懐ついていくのが。すごい、なんか度胸というか肝を据わってるというか。そうそうそう。まあ輝いたのは佐々木の前で、ね、あの投げてたんだよ。ああ。だから森田が出ていくと、大体もう各相手のチームのバッターは、なんか右バッター特に腰が冷えてたもんね。あ、そうなんだ、ね。ああ、もうそのぐらい迫力があった。いいピッチャーだった。球も速かったし。でその後佐々木が出てくるわけじゃない。そうですね、抑えとして。もう露払いって言ったらちょっと怒られるかもわかんないけど、うんうん、素晴らしい露払いだったよ。そうなの。もうじゃあ野手はその2人が出てきたら安心して守ってられたってことですか。いや、いけいけと思ってたよ懐どんどんいったれみたいなうん、うん、ほんでもういけいけって言ったらもうとことんいくからね。そのぐらいこう、はい、なんていうの、やっぱ投げ方も迫力あったんだよ、ダイナミックなフォームで、うんうん、だからいいピッチャーの一人だったな。え、じゃあそのまま、横浜太陽というか横浜にいたんですか。いやいや、近鉄に最後行ったんだけどさ、その前にちょっと病気したんだよね、脳腫瘍ができて。それはその太陽時代ってことですか。太陽時代にね、うん、それで肘肩は全然大丈夫だったんだけど、なんか平行バランスがおかしくなったりだとか、うん、うん、だからちょっととてもじゃないけど投げれる状態じゃないって言い出して、はい、それでまあ治療しながら、うん、でまあ復活して近鉄にちょっとお世話になったと思うんだけど、まあお世話になったよね、はい、で引退したんだけどさ、うん、だけどあの病気がなかったらやっぱいいピッチャーになってただろうなと思ってさ、だからすごいもったいないピッチャーだったよね。でね、3人とも言えることは、とにかくね、バッターに対して1ミリも遠慮しない、バンバンいけるピッチャーだったね、うん、だから見てて気持ちいいし、まあ、もちろん森田とは対戦したことはないけど、まあ、伊藤だとか田村だとかはすごいあの、うん、印象に残ってるピッチャーの一人だよね。そうなんですね。うん、まあね、なんかね、プロ野球に入ってきても、うん、鳴り物入りで入ってきてもなかなかこうね輝けなくて、そのままね、あの引退する選手もたくさんいる中で、うん、でもそういう強烈なインパクトを残して、でもその後すごく怪我でいなくなってしまったり引退してしまったり病気でってなってしまっても、そのすごく私たちの例えばそう、うん、豊さんの記憶の中とか、うんうん、思い出の中に今でもこうやって輝けてる選手っていうのはやっぱりすごい
ですね。すごいものを持ってる。いや持ってる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 。まあ、あの野球ファンだったらさ、自分のひいきにしてた選手っていうのもいるだろうし、はい、コメント欄にでもさ、はい、やっぱこの選手もいた、この選手もいたって思い出してくれると、うん、我々もなんか嬉しいよね。ああまだ心の中で生き続けてるとかさ、はい、そういうなんかこうメッセージをもらえると嬉しいね、コメント欄にね。そうですよね。あこの3人挙げたけどまだたくさんいるよ。あその他にもやっぱ豊さんの記憶に残ってる選手たち、まあ、残ってる人もいるし、例えば俺が忘れてる選手もいるかもわからないし、はい、うん、あとは何だろう、俺セリーグでずっとやってたし、やってたからね、パリーグの選手っていうのはなかなかちょっと思い出せないんだよね、対戦してないから。だからパリーグの選手で覚えてる選手がいれば、まあちょっと思い、はい、俺もなんか思い出したいしね。そう、あそっかそっか、あそうだと思いたいですもんね。そうだね、あだからそういうこう共有したいよね。そうですね、あいろんな思い出とか。そうだね、あだからまあコメント欄にね書いてもらえるとありがたいです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。